Woo-hoo!
キャノン取れなかった。まあいいか、そういう日もある。他の CS ちゃん取ったからセーフ。こんばんは。もうこのセーブマジで思ってやってきて一番あれだわ。なんだろう、むずがゆい気持ちになります。このステージいい波した。嫌だな。赤すっげーやりたくねえ。本当だ。ナイス。で、ガラスが問題だ。あ、ここだよね。あれ、ここだよ。やべ、合ってるはずなのになんかあんま覚えてないせいで。やべ、シェス。やべ。
つの足のあれから入れるときつい。いい加減にして。あ、もういいわ、どうせ。悲しいね。念の R 当てるの難しいんだよね、結構。ちゃんと避けるのに徹する、徹してくる敵とやると。パワープレ欲しいんだけど、帰っちゃうのセット。これもらうよ。帰るね。あからさ、このステージ大好き。おい、こう言うな。あ、これあれか。これあの、あれなんですか、ベイクスレイドの、あの、結果のエネルギー派だっけ。ふざけん。おぉ、地形がうんこかすすぎる。移動したい方に動かない、動かないと思ったら壁みたいな、テーブルにずっとケツこすりつけた。かわいそう。波動長波動な。ざけんな、ブダブル。オッケー。ナイス、ヘビー、ヘビー。ファック、マジでオートライフル先撃ちしたら、殺しきる前にショットガンの格殺距離までご了承された。いやー、あー、ファック、死ぬ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 、行く行く行く。じゃあ、まあ、やばすぎ、マジで。ホークワーツ所属の忍者情報量多いわ。気づかないでます。俺悲しいよ。行く行く行く。ああ、行く行く行く、ライグレライグレライグレ、行く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 。もうエイムがポロポロ。あぶねえ。あんた、あのあれ欲しい、あれ、あのあれ。あのスライディングしてさ、近接振ったらさ、バシ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 ってさ、あれもうちょっとクールダウン早くして。わかるよ、ほんま強い。ナイスー。お、飛んでった、おちまりけー。いや、そのそのルートマジで後ろで見てるときおもろいんだわ。本当に面白い、見た目ばっかすぎて。もうそれさ、火力やばいじゃん、ボスに対して。あー、そうでもない、エキゾつけたら、ちょっと強い。それだろうな、エキゾつけてさ、その、ストライクのボスとかをワンパンしてる動画よく見るんだよね。3人で、あの、グレー、グレース、ウルトでさ、ワンパンしてる。スパチャ強化系、大体そういうのある。あるよね。あの、見た目派手だから一番好きなんだよね、それ。ふーんに襲われた。ふーん。ふーん。なんだこいつ、ショットガン怪獣。いき、いき。レオネアバッキーよ。うわっ。ほんましょうもない、ステイシス。なんやねえ。エレミターズ、ライト。ラララライト。全国17万人が見守る中、こっからマリオ死んだら寝ます。あ、寝てる。ほほほほ、うん、ば防衛するのやめろ。さあ、出待ちしてるファンをぶっ殺して。え、なにこれ、タイマー、タイマーの謎カウントが始まります。
ちるぜー、このステージ。やべ、こういうこと言うのよくないね。すいません、アクロさん。クリアテイクやったらどう？アクロさん、ごめんなさい。うぜーとか言って、すいません。いいじゃん、よく通したねまで言ったんだから。すいません。よくこれゴーサイン出したでは言ったんだからもう。いやそれはあれだからクリアテイ、いやもうさっき録画してなかった。なるほどね。でも今の発言により録画されたから。ごめんクリアテイクはできないよ。アクロさんごめん。いやちょっとアクロさんこのステージ AT 出すぎるんだって。あそこちょっとどうにかしたあそこはさすがに。なんな AT ってオートマか見えない壁。 AT フィールドから撮ってる AT ですよ。くさ AT フィールドは見えるだ。見えねえ。でもそうだよ。怖い。よいしょ。人間は見えない AT フィールドをそれぞれここが持っているから人の形をなせているっていう設定があってな。そうなの。そうだよ。つまり AT フィールドがいかにして全部見えると言えるんでしょうか。なんか、すぐ寝るつもりだったの。あのね、そういうこと言うせいでね、俺ね、めっちゃ慎重にやってるから、ね、今、このテレビ。寝かせない気だ。あ、でも大丈夫。魔法が解けた先に。自己ベ6分ぐらいの中では、タイマーで言うと6分ぐらいだから、あと4分半待ってそ、え、死なないことあるこれ。死なないこと？いや、それはクリアしたら死なないけど。死なないこれクリアなんだよな。死ななかったら俺一生寝れないってこと。もう、そうだ。次俺が死ぬまでつったから。お前はあれだぞ、あの軽んじる発言をしたが、こいつの腕前によってお前は睡眠を縛られるんだから。絶対クリアしなめてない。逆にここでセーブしてやめればマリオは永遠に死なないから、橋本も永遠に寝れないっていう。永遠に寝れない。もう二度と寝れないね。これ制約で次俺が死ぬ番だ。マジそうだよ。マリオの代わりにお前が死ぬんだよ。まあこの辺で死ぬわ。第1個目の難所ここ。ここね。うん、あ、ここ1個目難所。あ、マライトルか。で、すごすぎでしょ。見っちゃうよ、ね、いや、ここだから、難所は。俺いつもね、こいつ。あ、オッケー。コインの回収うまくてくさ。いや、今のたまたまで、こいつ捨ててる。これ100枚コインあるの？ 100 枚コインと赤コイン同時にやって。ここさっきに取っておく。ほんとね。これいける、うん、これいける、うん、うわこれいける。よし、オッケー。うまい。次だ。うまいよ。で、生産者表示しといて、それしないといけないの。これするとなんか嬉しくない。わかんない。しないな。生産者表示しとこうと思う。とりあえずじゃあお前が作ってる改造マリオも全ステージに全部メイドバイユーガって書いておき。それは最初から全部俺が作るから知ってる程度。これはいろんな人が作ってるハックだから。で全部お前が作ったのが自明なのにお前の名前を書いておくことによって少しは激しい。何そこ、なんで登れんの、うん、気持ちいいだ。これはあの滑らない床判定だから、この水色のところ。ここ2個目の難所だ。これ何、青色のやつは全部死亡判定なの？いや、蹴れる。壁だったら、壁だったら蹴れる。あの、坂だったら無理だけど。地面とか坂だったら重さだからシュー。だからこの水色はダメで。ここはね、ヒップドロップで移動するみたいな。あ、違う、いっぱいジャンプ。いや、これはこうしないとこっち側に行けないから、ヒップで移動する。はい、AT レッツ AT。 ここが一番難しいよ。1、2、3、さっきのとこか。3、これ運ゲだから。運ゲして
なんでね、なんでそれはなんで。はい、撮りましたー。はい、撮りましたー。はい、橋本寝れませーん。いや、まだまだまだ。もう一個あるから。なるほど。ただここだから。慎重に行って。カメラを順番に行って。もう一個行って。よしか。橋本、じゃあ、起きよっか。橋本くん、じゃあ、起きよっか。オールナイトニッポン。これクリア？いや、まだ。でしょ？赤コインは今、5枚しか取ってない。あと3枚。コインもあと12、11枚。枚あと3枚で終わりってな。いや、まあでも、8分の5だから、まだ。あ、やべえ！コイン、おい、中に割っちゃったコインが。ふざけんじゃねえ。出てきてる。あ、はみ出てきた。出てきてる。はみ出てる。はい。あと1枚、あと1枚、どこ行った？いや、もういい。捨てるか。まさかこの1枚があんなことになるなんて。一応計算で大丈夫だから、今のところ。さっきムーチョの、コイン、上振れ取ったから。大丈夫だ。そう。もう映像バグりすぎて何が起きてるのか分かんないけどさ。裏世界じゃん。どういうことそれ。何人と遊びたいせいしてる。レトさん、牛沢さん、ガッチさん。動画見てんのこれ。あとガッチマンの動画じゃ右下にガッチマンいてくさん。キヨさん。最強の4人じゃん。おいて。うまい。おっしゃ、PB。いいね。あ、すごい。やば。バイバイ。それはハスがやらかせなかったら、本当はそこはツアーハスだったんだよな。いいやなぁ。やばい。4人のグループ結成されたときに。めっちゃ緊張してきた。もう。みんな見てます。急にやめて、見られてることに対してはどうも思わないんだけど。全国17万人のファンが駆けつけています。急に来るからびっくりしてるわ。あー、緊張してきたー。なんでこんな、パーパパパーパパパーパパパー、そう、俺の睡眠が合ってるから。橋本はもう魔法解けちゃって。何その赤コインの場所。キモ。あと2個、あと2個、2個1、あと2個？あと2個。なんならコインあと6枚。橋本くん眠れず。眠れないよ。いつもリラックスして見てるのに、今日めちゃくちゃ緊張するんだけど。緊張するね。いや、俺はもう、いいとこまで言えたらこれ緊張するもんだからね、めちゃくちゃ。これやばい、ここやばいな。コイン拾えねえ。拾えるこれ。いや、こんだけ取ればいいわ。足りる、全然足りてる。もう一個取れる、もう一個取れる。あ、1枚取れる、あと1枚取れる。あ、もう1枚取れそう。あ、これでいくわ。うん、どこ出すか。あとはシュレッドされたら怖いから。うん。はぁ、頼む。全体的に許してくれ。もうこれクリアしちゃったら。ピンダー、おじさん。やば、ここマジで難しく見えてきた。余裕だよ。お前を信じろ、お前を信じろ。やばい。危ねえ。食べなくてきた。とりあえず1個。とりあえず100枚。うん、次赤。赤あと2個だよ。よかったね。しっかり悪口言ってんのクリアテイクになってくさ。すいません。メンタルやられると、メンタルやられるとみんなステージの悪口言うんで。
次で10分寸止めだ。いやーちょっと、あと1個マジで、あと1個で睡眠せずに明日出勤。これ橋本寝れないんじゃね。橋本寝れずに出勤でこれ明日きたー。寝れないとバロラントきたじゃあ俺は寝るから。次マリオが死ぬまで一生も続けなければいけない呪い。いやまあ一人でコンペ回してるよ俺ら。寝るからマジで本当に一人でゲームやって落ちてないといけないかもしれない始まったな。男に寝坊はないぞ。マジで言ってんの、ちょっと待って。ちゃんと、お前、現地取られていっかん、録画。よし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 、ラストラスト。もうお金くれたら許してやってもいい。それはお前が頼むしさあ、マリオ選手、ウィニングロード、駆け上がって、だいぶ緑です。トゲが生えています。寝坊地でしょうか。いや、さすがにここは。でいただきたい。え、なんだこれ。え、キモくね。なんか今複雑な気持ちなんだけど。マリオが赤コインを取れば橋本寝れないし、橋本が寝るってことはまた地獄のマリオが死ぬ。AT をやらないといけない。このイボジキモすぎるだろ。見えています。まもなくです。落ち着きましょう。嘘でしょって。さあ、ムーチョが種を飛ばして。え、マジでやってる？さあ、タイタニック号の先端に、今ゴールインです。ゴールいや、でも星を取るとこまでが、スターを取るまでがスターですよ。これ遠足最後まで続くから。ポイント数、ワイの誕生日。一番ではないですね。頼む伊藤くん。よし。これガッツ。やばい。心拍数が。ウィニングロード、ホップ、ステップ、ジャンプ。こっちもなんか緊張してきてやだな、これ。嫌でしょ、ね、めっちゃ緊張するね。赤って緊張するんだよね。めっちゃなのよ。手汗すげえんだけど。俺、e スポーツ説あったな。いや、俺行くよ。ね、俺もう行くよ。行くやめよ。JU の可能性ある。ああ、決まってくれ。頼む。マジで言ってる？ちょっと待って。ミスターサスケ、ミスターサスケ最後の。よっしゃー！ミスターサスケ